大和天神山古墳大和天神山古墳は奈良県天理市柳本町にある古墳。形状は前方公園墳。奈良県指定史跡に指定されている。安頓山古墳前方部の西方に位置する北向きの前方公園墳が本古墳である。1960年に県道拡張工事で公園部の一部が削られたのを機械に緊急発掘調査が行われた。 本古墳は、医者泣き神社境内古墳として調査が進められたが、古墳名に人物名が混じらないという方針により、地元の古障をとって、天神山古墳とされた。しかし、各地に同名の古墳が多数あるため、区別するために、大和天神山古墳と命名された。本古墳の築造時期は、周辺の古墳との関係や日本製製道教の形式から、 三世紀末から四世紀前半、内市は、概ね四世紀後半とも推定されている。1北緯34度33分26.0秒、時計135度50分45.3秒、北緯34.557222度時計135.845917度、34.557222135.845917、 大地上に立地する、噴球町113メートルの前方公園噴で、短めの前方部はわずかにバチ型に開いており、その開きは公園部の直径を超えるものではない。吹石や埴輪がなかったが、断築や集合が不明瞭であり、本来なかった可能性も指摘されている。木質の中央部が丹念に調査されたが、意外を埋葬していた形跡を認めることができなかった。 公園部のほぼ中央に長さ6.1メートルの縦穴式石室が検出された。石室の中央部には長さ2.6メートルの板材が残存しており、その中央は仕切り板で区切ってあり、内方10.5メートルの木質状になっている。石室は自然石の小口積みで形成され、上部は石室の両側から持ち送る合唱式で、 天井石を設けない形式の縦穴式石室である。石室の内部には一見木管のようであるが細部を検討すると、木質とした方が良い大きな木製容器が置かれて、総重量約41キロの水銀種が収められていた。種を大量に入手し使用している点で、3キロの種を使用していた岡山県倉敷市の縦付き古墳があり、東瀬戸内海との関連が考えられる。 この気質の底板は長さ2.6メートル、幅75センチであるが、断面は緩やかな U 字型を呈している。しかし、巨木をくり抜いたものではなく、縦に長い三枚の板を合わせたものである。したがって内部の底面は水平でなく、両端がカーブして上がっている。気質の中に水銀子を取り囲むように二重面の銅鏡が置かれていた。二重面の銅鏡は、 気筆の刺繍に連続して、長方形の辺に置かれていて、前期古墳にしばしば見られるように一面だけ中央に置いてあるという配列とは全く異なる。これには、じゃから悲壮者を守ろうとしたとの理解があるようだが、元より悲壮者が存在しない場合においては妥当とは言えないだろう。古墳社会では階層化が進み、正道教が社会的、政治的に重要なものであり、 製作数が飛躍的に増大する。また、木口板の外部にも、北方で2面、南方で1面置かれていて、計23面の動鏡が検出されている。鏡種別に見ると、小方作鏡名鏡を4面を含む、方角菊鏡が6面、長乗り駒5名鏡を含む、内向下門鏡を4面、画文体真珠鏡を4面、獣型鏡を4面、 画像鏡2面の合計20面が機筆内に収められ、人物長寿分鏡1面と、斜員変形新重鏡2面の計3面は機筆外から発掘された模様である。武器は鉄製で、刀が3点、剣が4点、鉄属が5点出土している。刀は一般的な型派でなく、喫先から20センチまで両刃になった得意なものである。剣では、 木製のガラ装具に自覚紋を施している。これらの剣の一部が絹布に巻かれていた。鉄属は柳刃型で木製や柄が一部残っていた。前方部から二重公園坪から出土している。ありがとうございます。